ね、あの与沢さんじゃないですけどもね、まあ、30過ぎてフェラーリ1台買えない人生とかね、何が笑えるんだろうと思いますよね。笑われますよって話ですよね。貯金が100万円もできないとか、いや特にね、その別にそういうこと考えてなければいいんですよ。自分の生活に不自由を感じたりとか、いつかは豊かになりたいと思っていて、それで手元に、まあ手持ちのカードがねないとか使えてないとかで、よく笑えるなみたいな感じですよね。でそれがね、人を使ってきたから分かるんですけども、人を育てられない力量のなさといえばそれまでなんですけども、逆に言うと俺がやって育たない人間って何なのと思いますよね。だからそういう人はもう置いていくしかないって発想になっちゃう、しまいには。そしていろんな人に置いてかれた結果が、自分を育てることができなかった、それでも低い所得で笑ってるお前の姿だって話なんですよね。いやこういうのはね、本当になんかこう、いつまでたっても終わらないことだと思いますし、そこから抜け出した私だから余計思うんですけども、なんかしまいにはね、あの人との会話で腹が立つわけなんですよ。ね、吉谷さんそんなことないですか。だって人と喋りたくないなと思うことの最大限の原因に、その通じないってことなんですよね。なんか何にも通じないっていうね、でもこう例えて言えば、私は2階から遠くの景色見てるわけなんですよ。いい眺めだなーってからね、で向こうの方には海があるよとかね、こっちの方ではなんか飛行機が向こうから離陸しようとしてるよって1階の人に教えてあげても、いや、まあ、壁しか見えないよ、何言ってんだよお前、頭いかれてんじゃないかなって下の1階の人から言われてるんですよね。それで、あ、壁に落書きある、あ、虫だ、面白いとか言って笑ってるんですよ。で私から見ると、何が面白いんだ、そんな壁に穴が開いていたりとか、そこから虫が這い出しての何が面白いんだろうなと。向こうの方にね、海が見えて、でなんかこう綺麗な景色が広がっていて、あ、山の向こうにはあのお花が咲いてるなってのを見た方がいいような気がするんですよね。で向こうの方では楽しそうに過ごしてる人がいるなとか、あそこ行ってみたいなって、2階から見る景色っていうのは私はそうなんですよ。ですでに1階で見たやつ景色は見えないです。これはあの今の例えはね、いつも私は思うんですけどね、1階の景色は2階にいるとすでに見えないんですよ。だから1階にいる人とは話が合わないんですが、私が意識して階段を降りていけば1階の景色は見えるんですよ。1階の人の気持ちも分かるんですよ。ただ2階に上がった時に2階に上がれる人はほとんどいないんですよね。だからいつまでたっても2階から見える景色を私は伝えるんだけども、なかなか分かってもらえないし、え、本当そうなんですかって感じでセンスよく2階に上がってくれる人がたまにいるんですよね。でも2階に上がるには私は通行料30万円を要求するんですよ。それが速稼塾の入塾費用です。お金が払えない人はとりあえず2階に上がってきて、で頭金3万円払ってくれるって感じで、3万円払った人を1日、体験ツアーみたいな感じでね連れてくることはありますけども、でも2階に来ると途端に目がくらんでね、遠くが見えなくなる人もいるんですよね。そしてやっぱ1階がいいやとか、1階に戻っていくということなんですよね。あとは残念ながら2階に登る体力がない人とかね、そういう人もいらっしゃるのかなというところです。いや本当にね、1階にいて笑えてる人ってのは笑っちゃいますよね。これはあくまでもこの動画のやり取り見てるから言うわけなんですよ。あの金を稼ぎたくないとかね、人に時間を支配されてても全然楽しいよとか、不自由感じてない人はそのまま行けばいいんですよ。まあ不自由感じてない人もいるんですよ。例えばその所得とか稼ぎのすごいね、あの強い収入とか資産をたくさん持ってる人のところにたまたま行った、例えば人とかね、そういう人とご縁があってなんかこう家族になっちゃったっていう人は多分そんなことは悩まないと思いますけども、でも大抵の人はそうじゃないわけじゃないですか。自力で何とかしなくちゃいけなくって、誰かが一方的に自分の有利な状況を作ってくれる人っていないんですよ。まあですんでね、あれですよね、なんかこうなんか変なところに話題が行っちゃいましたけども、何結婚する男性の条件っていうのが出てくるのは、楽して暮らして暮らさせてくれるような男性っていうことに言い換えられるんですよ。で年収が600万でしょ。で浮気をしないわけでしょ。で酒、ギャンブル、博打、タバコ、そこそこしないとかね。でなんか休日は家に来てくれるとか、あの夕方家にはね帰ってくるとかね。だから一定の安心感を与えてくれつつ、なんか余計な時には家にいないみたいな、そんな男性が理想の結婚相手だからいないんですよ。
お前の力量に合ったやつが来るんだっていうことと、たまにね、自分の力量じゃないなんかその棚ぼたみたいな人もやってくるんですよね。それはまあついてるからいいじゃないかってことですよね。なんかそのお人よしで能力高いんだけどもお人よしみたいな人ね。まあそれはなんか逆の例もあればいいなと思うんですけども、なかなかね、そのハイスペックな女性を求めてる低スペックな男性っていうのはいないっていうね、そんな現実があるんで、うん、まあこれは結婚っていうのは会社に例えられることが多いなと思うな。あの能力の低い自分でも受け入れてくれるような能力の高い会社に就職したいなと思う気持ちと、なんかあれじゃないですか、うん、なんか普通の人でいいんですみたいな、結婚相手の探す女性の心理って全く一緒なんじゃないかなと思いますよね。だからなんか昔の言葉で女の腐ったやつみたいな言葉があって、私あんまり好きじゃない言葉なんですけども、そう考えると男性が就職するときになんかいい会社を選びたいと、しかも自分の低スペックでみたいなことを考えると、お前も女の腐ったやつだって言いそうですね。男もだから女性化してるっていうのはそういうところでは大いに言えるんですけども、うん、なんか別にね、あのそれは昔の表現としてその男とか女とかっていうのありますんで使いましたけども、別に女性がね能力低いとかね、なんかそういうことを思ってるわけじゃないんですよ。ただ能力が低い人がたまたま女性だったっていう例はあったり、能力が低い人がたまたま男性だったりってする例はあると思いますけども、一律に女性が能力が低いっていうふうには思いたくないんだけども、現実それではね、男女雇用機会均等法が施行されて、同一賃金同一労働まで、ここにね始まりましたけども、じゃあ自由になった結果能力を高めた人っていうのは男性女性どっちが多かったんですかっていうのはちょっと調べてみてください。もう圧倒的にね、これはあの何だろうって話ですよ。権利をものにして自由とか、それからある意味ね差別がなくなったら本当の実情が出たってことなんですよ。その結果、まあ言えば貧困女子っていう言葉がね急にクローズアップされたってことなんですよ。貧困女子ですよ。なんだよ、自由を手にしたら自分の能力発揮するはずだったんじゃないのかよみたいな形ですよね。自由になればなるほど自分の能力がはっきりして、自分の時間の使い方がはっきりして、自分の所得が現わになるわけなんですよ。さあどうですかってことですよね。規制があった方が能力がないのがバレずに済んだってことだったんですけども、残念ながらこれからもっともっと二極化が進むでしょうね、うん、何の規制もなければ伸びる人は圧倒的に伸びて、自分で自分のことをね鍛え上げていって、自分で能力の高い人との関わりを持つけども、でもそうじゃない人っていうのはなぜかね、自分の低い、自分の能力の低い人に自分の足を引っ張られて、しかも自分でもそれを無視しないっていうかね、積極的に関わり続けていくみたいな感じがあるんですよ。だからね、なんかそういうことで14万円に居続けるのか、10万円突破して、なんかね別に月収100万とかって高いですかって話ですよね。今となっては、あの昨日なんかホストの特集があったみたいで、ホストの目指す給料っていうのはあの3桁らしいんですよ。だから100万以上取ってホストって呼ばれるらしいんですよね。まあでもそれは本当その通りで、なんかあれ結局まあ会社員とかになってね、月収20万とか30万とかやっと生きていけるようなね、今月の給料は今月中になんとか持たせる、要するに全部使っちゃうのが前提の所得と、あとは生活費は当たり前のようにあってね、その他自己投資したり自己教育するような時間とかお金が手に入るような、そんな道を選ぶのか、それがホストでありね、私たちみたいな起業家ですよね。これ貯金100万できないとか、貯金100万どころかね、その月収が100万いかないっていうのは何にも面白くないっていうかね、何の選択肢もないような人生だと思いますよ。まあ、100万じゃなくてもいいんですけど、50万とかでもいいんですけども、安く見積もってね、うん、まあそういうのが延々とあって、うん、なんとかしないといけないなと思うんですけども、通じないんですよね、うん、そもそも時間やお金を作れない人に時間やお金が作れる方法をいくら伝えてももうどうにもならないですよね、うん、でそういうのができる人っていうのは別に吉谷さんとかね、私のとこ来なくても勝手に世の中の書籍から学んでそうなってるはずなんですよ。いやー、この話は尽きないですね。まあでもね、こういうことを聞けるってのは吉田さんじゃないですけども、すごく貴重な例ですよ。あの金持ちが一体何を考えてるのかって知りたいでしょ。それはある意味ね、
稼げない人をすごく侮辱してるところはありますよ結構ね。それ以外ないですから、稼げない人をどうやってね尊敬しろっていうんだって話ですよね。そんなことしたらこっちまで稼げない人間になってしまうんですよ。稼げる人を尊敬して尊重すると、そして一人の人間として稼げる稼げないに関係なく人間は尊重しますよ。でも稼ぎたいですって言って吠えてる人、もしくは自分は自由になりたいですとか言ってね、なんかフリーを気取ってる人とか本当バカにするなって話ですよね。お前が来るなみたいなね、会社員でもやってろみたいな感じですよね。そもそもそれが少ない機会であっても自分でゲットしたんだと思っちゃうわけですから、そういう人は。自分でやっぱ何かを成し遂げるってことは、やっぱ取引先も持たずにね、どっからか外注も来ずに、やっぱ自分で誰かが必要なものを見つけて、自分の能力を必要としてくれる人を自分で呼んできてね、その人に自らセールすること。だから昔の商店街の親父みたいな感じじゃないですかね。なんか職人とかね、まああれじゃないですか。これ真面目に話すと長くなってしまって、もう長くなりましたけど随分ね、でもそうやって金を手に入れて時間を自由に操れる人の本性はこれなんですよ。でもこればっかり言ってると人が来ないんで、人をね何か施そうとか助けようと思うと、最初は UEI の原則で、まずはあなたの立場を分かってあげますよっていうふうに柔らかく柔らかく切り込んでいってね、そしてあこの人だったら自分を助けてくれるかもしれないって思ったところで、私たちは一緒にやっていきましょうねって感じで共通理念を持って、最終的には厳しいこともあるよっていうふうにね出していくんですよ。この順番ですよ。私が今言ったのは最初に厳しいことを言って、その時点で反感を持った人っていうのは去っていってもらった方が、やる気のある人がね、どんなに叩かれても伸びていく人が今後億万長者合宿のリレーを見てくれるだろうなって思う形で、もっともっといいようなねコミュニティができるんじゃないかなと思います。で最終的に億万長者合宿の合宿が実際にあった時に来る人っていうのは相当レベルが高い人のはずなんですけども、前回の億万長者合宿ユガールのやつはなぜか自分の商品すら持ってない人がねのこのこやってきちゃったみたいな。それでねなんかカレー食ってニコニコして美味しいっすねとか言って、バカ野郎とカレーの美味しさを確かめに来てんじゃねえと。もう合宿が終わるまでにいくら稼げる能力を相続できるかと思ってこっちはやってきてるのに、入って渡したらねもうなんか受け取るんじゃなくってカレー食べてるみたいなね、それじゃダメでしょって感じですよね。はい、じゃあまあ合宿もちょっと思い出したところで以上にしましょうか。まあこういうふうに思われてるってことを気づきながらね、あそれでも相手してくれるんだこのぐらいの金額で、億万長者合宿ね300万でしょ、300万程度でね金持ちの真実を聞けるわけですよ。でどうやったら2階に上がれるのかが分かるわけですよ。だからお金持ちが何も話してくれなかったら、生活に余裕がある人が何も教えてくれなかったら、まあ、ダメな人はずっとダメなまま自分の進路は塞がれるんですよね。だからやっぱりこう偉そうに言わせてもらうと、金持ちの言うことは素直に聞いた方がいいということと、金持ちの足を引っ張らないことですね。まあ、そこまで来たかって感じですけどね。はい、ちなみに私が金持ちと今回定義したのは、何回も話題に出しましたけども、まあ、30になってね貯金が100万円以上ある人のことでございますんで、貯金が100万円以上できた人はおめでとうって、ね、言わせていただきます。それでは。